甲子園球場前、甲子園はご利用の方はお帰りください。甲子園を出ますと次は向こう側にと参ります。出口は右側です。右側扉をお切りください。甲子園です。
を乗り換えください。外側を出ますと、次は穴の先に止まります。出口は左側です。それでは、大阪目田終点をお越しの方は、次は穴の先で有効にお乗り換えください。向こう側です。次は、花ヶ崎の次は、西九条に止まります。長崎です。長崎を出ますと次は西九条に止まります。出口は左側です。乗り換えの案内をいたします。高速方面各駅停車にご乗車の方は左側2番線を電車です。この目指し運転を越しの方は2番線各駅停車の車内を通り抜け、内側線に参ります急行にご乗車ください。出口は左側です。長崎です。お忘れ物のないようご注意ください。長崎の快速急行です。次は西九条に止まります。Thank you.
高田市は南波方面奈良行きの快速急行です。停車駅のご案内をいたします。この先、西九条、九条、道府前、桜川、南波、日本橋、上本町、鶴橋、生駒、学園前、大和西大寺、新大宮の順に止まります。次は西九条、西九条です。JR 大阪環状線ご利用の方はお乗り換えください。ユニバーサルスタジオジャパンへお越しの方、JR 夢咲線にお乗り換えください。西九条の次は九条に止まります。
宿場、下宿場です。JR 大阪環状線ご利用の方はお待ちください。ユニバーサルスタジオジャパンへお越しの方、JR 宇都宮線にお乗り換えください。下宿場を出ますと次は九条に停まります。出口は左側です。プレストホーム内で外通ります。足元にご注意ください。下宿場です。忘れ物内容を続いておりください。奈良行きの快速急行です。まもなく扉が閉まります。までの各駅に停車いたします。次は九条、九条です。下で中央線を利用の方はお乗り換えください。九条です。